これ上にすればいいのか。はい、お疲れ様です。僕もちもちゃの、はい、というわけで今日はスペシャルゲスト、あ、皆さんこんにちは、しおんです。お願いします。高田です。お願いします。今日は何、今日は自社を救いたい。救いたいね。いや、救いたいね。お久しぶりです。お久しぶり。元気でした。久しぶりだね、本当に。マジ久しぶり。何ヶ月ぶり。ちょっとあなた久しぶりっすよね。いや、タカちゃんも久しぶりだし、ここはね、わしらは毎日やってるけど、ジム行ってんの最近。そうそうそう、専属ドライバーとして。そうそう、運転手です。しおんくんと、まあ、ジムなんかもうとっくの昔に行ってない。私学校しか行かないから、学校のジムしかも。ガチで俺1年前とかだったもん。コムドレット、あの解散つく、何、しおんちゃん抜けてから。そうね、マジでちゃんと喋ったらこれ初めて。これ初めてだね。今日でも今日呼んだってことは相当のなんかことがあるんでしょ。ちょっとさっき3人で緊急会議、うん、ちょっと久しぶりに盛り上がっちゃいましたね。動画の緊急会議。ディシャンを救いたいって、ね、なんか思い出しましたね。いやー、いやちょっと懐かしくない、うん、こんな動画は私撮る気なんかなかったよ、うん、一生あいつとは関わらないつもりだったけど、うん、別になんとちょっと懐かしくなっちゃって、ちょうどキンキンでさ、うん、そのディシャンが動画出したその日に、うん、たまたまなんか店にお客さんが来て、日本人の、うん、なんかコムドレット、その3人の男、シャンとシオンちゃんがやってるのめっちゃ見てましたつって、いろいろその時の話をしてて、うん、あがこうで、でもシャンが選手をサボり出して、うん、ダメになったんだよ、ダメになっちゃったって話して、ね、話で、うん、めっちゃ懐かしがってた時にあれが出たので、うん、あー懐かしいなって思った時に、ね、そうそう、花ちゃんも含めて懐かしい、ね、ちょうどちょっと突っ込みたくなった時というか、そう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 、うん、まあそんな感じで、まあ、シャンに物申すということで、まあ、救いたいだな。救いたいでしょ。まあ、うん、そうやな、本当に嫌いだったらこんな動画撮らないから、ね、撮らないけど救いたいだな。せっかく出したしね、7ヶ月ぶりだっけ動画出したの。ふざけんじゃねえ、ふざけんじゃねえ。一般人もらってるじゃないか。ああ、じゃない、おら、お前ここ出るとき、ここでお前最後わしにハグしたとき、動画投稿頑張るから俺撮ったら、知らなかった。そうそう、わしがハグしてたんですか。そうそう、なんか気持ち悪い、出る寸前になんかハグなんかしてきやがってさ、そう、あの、そこの、うん、いらないトカゲくれて、いいね、いいね、すごい元気にしてますよ、元気にしてるよ。今はもうね、もう望まれない子だったけどね、うん、最近ちょっと可愛くなってきました、うん、よかったです。すくすく成長してます、チビスキ君。じゃあ、ディシャンを救いたいにちなんで、ディシャンバカだな、せーの、ディシャンバカ。なんかこのコムドレットですみたいな、あ、違うわ、コムドレットも、うん、なんか流行ってますよね。流行ってるっていうか、コメント欄でなんか、あ、本当によ、やろうみたいな。まあそんな話はいいんでしょ。じゃあどうする、まず一応見ながら。え、お姉さんもう私と回し飲みもしてくれなくなった。あげるよ、何何なんか違うな、混ぜてんの、なんかもう始まる味が、びっくりするわ、もう忘れちゃったの。ここ回し飲みしてからがスタートですからね。もう一分時になっちゃった。びっくり、悲しいわ。もうさっきも最近こっちもないわよ、もう普通にそのままで。いや、ほんと久しぶりになんか、ほんと久しぶりに会った感じがする、ほんとに。だってお姉のしおくんなんか見ないじゃん。確かに絶対見ない。で、最近あ、美味しいじゃん、カメラ回んないと、うん、本当に久しぶりになんか昔のお姉にお釜の友達に会ったっていやね、本当ね、皆さんお待たせしました。元気ですよ、私は。じゃあチャンネル登録よろしくお願いしますね、私の。ほう、まずディシャン君のリンク、動画のリンク貼っておきますから、そちらを見て私の動画。いや、まあこの説明聞いた後でいいな。そしたらもういいんじゃない。確かにね、うん、そうやな、まあ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 、他にもね、なんかその動画についてみんなの意見があったらお願いしますということで、用意しました。こちらにさっき緊急会議でまとめました。ちょっと読んでいきたい。いや、でもまあ20分ぐらいここまでしたから、うん、そうそう、ババッとね、はい、まあまあ、とりあえずタイトルとあれだね、タイトルサムネもキモすぎでしょ。キモい、うん、あれは話になんないね、うん、釣りにしてもひどいね、女子高生とデートって、うん、ちょっと、うん、あんまそういう下品な釣りは、で、いつも覚えてる、コムドルトの時はそういう釣りは嫌いだなみたいな話で、わしはいつもバチバチしやってたんだけど、変わってねえな、そういう下品な釣りをしようとするところで、タイトル、そのサムネが漏れてないっていう女の子は、あ、そこもひどいね、お前、花ちゃんの顔、お前メガネ反射して何も映ってねえじゃねえかよ、ね、そこダメね、うん、ネットで出会ったっていう、そのな、あれもっと気をつけた方がいいよね、そもそも、うん、てか24か18と遊ぶなんて本当に危ないよ。危ないからね、本当に超急、別に最初17と言ってなかったの、最初17だ、17と思ってたら18。ああ、18だったんだ、じゃあセーフだね。誕生日した方なんか忘れ去ってますからね。ああ、ひどい男。そう、まあそや、そもそも18歳と遊ぶの気をつけた方がいいよね、うん、いくら YouTuber で、何、その別にディシャンがそんないやらしい思い
があったらないなんてみんな知ってることだよね、うん、もちろん、うん、そんなもんはね。どうかな。いやいやいや、さすがに。いや、あるで。いや、さすがにないやろ。いや、いや、モテないからあるで。いやいや、さすがにそこは日本で相手にされなくて。さすがにそこはない。じゃあるぞ。まあまあ、行きましょうや。なぜそこはないということにしといて、うん、ないにしてもよ、うん、やっぱよ、あんまいいあれじゃないよね。会うにしてもめっちゃ気をつけた方がいいよね、うん、本当に。まあ、内密にして会うとか言うわけじゃないけど、うん、撮影するにしても一個一個ちゃんと説明しながら、そんなサムネの何ちょっとするためにそんなさ、うん、何気持ち悪い発言、うん、普通にキモいよね。まあ誤解させますかね、そう、ね、人はね、うん、イメージ悪いよね、本当に、うん、2個目、 0.01 秒、髪が来たな。一発目から始まった瞬間で私これ思ったね。いや、マジ率直に、なんか不潔なんだよね、率直の感想としては。そうやね、昔黒だったから黒がすごいかっこよかったイメージがあるから、うん、まあその時ですら別に清潔感はありませんけどね、うん、まあそれはしょうがない、わしらも人のこと言える、どれだから、ね、言える見た目じゃないけどね。まあ にしてもよ、むしゃむしゃしてる髪はね、うん、なんかにしても汚い、まあ同族だからこそ、うんうん、そうわかるですね、同族から見ても汚い、うんうん、お前がドレッドのあれを下げてんだよ、ほら。ひどい、お前がドレッドイコール、そうだよね、ドレッドイコール不潔みたいなのを、それで余計あれしてるな。ちょっともうむさ苦しい、別にその悪口とかじゃないけどね、うん、まあ見た目は汚い。悪口じゃない、清潔にしてから動画撮ると。そうだね、まあ、まあ、てかあれで、まあ、デートだしね、まあ、てかそもそもあれで接客してるのが、まあわしからしたらちょっとおかしいっていうか、うん、親の店だからできてることだよね。うん、そうそうそう、あれ普通のレストランじゃ働けませんよ、まず働けない、無理無理で、ドレッドにヒゲにピアスにタトゥーって最高のフルコンボじゃん。結構きついね、口紅とかやってそうそうそう、でドレッド、こんなドレッドもなんか後ろにするとか、なんか横に分けるんだけど、なんか顔にこんなあって、いや、うん、お父さんも大変ね、うん、せめて黒に染めた方がいいな、ね、ってか染めんなし、最初から24になって髪染めるとかありえないな。じゃ あ、 0分で1秒チェックしてください。はい、汚いとこチェックして、はい、次3つ目、1分54秒、何言ったろ、遅刻するな、走れない。いや、それ動画なんか遅刻してんのにのんびり動画撮りながら、うん、3時何分なんですよみたいな。でもその、まあ、そもそも遅刻すんなし、うんうん、で次、遅刻してるなら走るのは普通のまともな人間ですよ。そうですよね、待たせてる、せめて架け橋で、うんうん、ちょっとやばい、急いでます、急いでますってね。で、まあ、動画撮るにしてもちょっと急いでるアピールぐらいしてほしいよね、のこのこ てます。ここはジュースワールドの遅刻してんのに、その何ジュースワールドが MV で撮影してたかなんだか知らないけど、誰も気にしてんやろな。早く行けって、走れいや、そうそう、そんなのんびり女の子アップルストアで15分待たしてるって知ってんのに、のんびりジュースワールドがあれを撮影できるんだよ。本当にアップル見ちゃうもんな、ちょっと、本当にそういうアップルもなんかすぐそこでしたそう、そういうそこできることちょっともう本当根本が、うん、もう本当におかしいな。じゃあ次いきます、まあ、4つ目か、うん、3分36秒、充電しろ。いや、それ携帯充電しろ。いや、本当ありえないでしょ、女の子と待ち合わせ、しかもそんなめっちゃ仲いいわけじゃないじゃん、うん、そんなさ初対面でしょ。だってタカちゃんと、うん、タカちゃんといつものジムで待ち合わせするとかなら分かるよ、うん、別にそんなの、別に場所も分かってない、確かに確かに、そんな場所も分かってないさ、どこで会うかとかも初めて会う場所で、うん、それでそんな若い女の子会ったこと、あ、待ち合わせするのは初めてでしょ、店に食べに来たとかだから会ったことないんじゃないの、これは初対面だ、デートでしょ、デートで原宿です、一緒に多分初対面で、ね、初対面で、あ、なんやかんや電話で、うん、親子つない店でいる時につないでくれたぐらい、多分初対面だよね、多分会うのは、そうそうね、失礼ですよね。いや、本当に失礼だね、うん、それもしな、充電切れて連絡取れなかったら、そう、なんか言ってた、なんか、そう動画あれする時になんかなんか会えるといいんですけどみたいな、なんだそれってね、お前なんで女の子と待ち合わせして、しかも何個も年下の女の子と待ち合わせして会えるといいんですよけどねって、何なの、会えなくてもいいですよって、なんだよそれ、まあ、出てもらってる立場ですからね、そう、ゲストでしょ、言ってしまえば、そう、ほんと無礼で、遅れて、しかも充電が 2% で、そんな意味わかんないね、論外だね、はい、じゃあ、まあ、次5つ目電車の出口間違えた遠い出口に出るな遠い出口に出ちゃったんですよ、32秒、それはちょっとしょうがないかもな、うん、それは、まあ、それあるかもしれないけど、その後だよね、その後がこれが問題だよね
繋がってますね。ちょっとそこだけならね、まあ、まあ、そこはしょうがない。そこだけならまあ、そうそうあることがない。それ後の行動ですよ。そのまあ6つ目にあるのかな。ドジっ子可愛いキャラやめろ。いや本当にそれなんか出口間違えちゃったてへーみたいな。遅れてます。怒られちゃいますよみたいな。そうそう、わし怒られてた、私かわいそうでしょみたいな。そう、よく遅刻で怒られたでしょ。そうそう、かわいいでしょ僕みたいな。何あの顔、ブーンみたいな、子犬のかわいそうな子犬顔みたいな。かわいい声でね、健太くんに怒られちゃうみたいな。そうそう、お前24だぞ、そんな顔封印しろ早く。かわいい。ああ、オスになるよって。うん、そうやな、かわいそうな子犬のあの顔封印してください。もう見たくないです。見飽きた。じゃあ次7つ目、そのしっかり謝れ。いや間違いない。ああそう、遅刻したんでしょ。で遅刻したら携帯持って何分待ちましたみたいな。舐めてんの。ごめんなさいっていいよって。いやマジマシだったらあんた携帯ぶん玉食ってるもん。ぶち破ってるから。あんた遅れてきといて、え何分待ちましたみたいな。いや欲しかったらいいけどね。いい女の子だったらもうないよ、察しねえよって。そうだって健太君だってビーチで GD 君が B って撮影した時に何分間違え、30分あれ45分とか遅刻した時にもう撮影キャンセル。そうだ、ヘラヘラして撮影キャンセルでイラついて。いやいやいや、ほんとだよ。いやまあ15分と40分じゃえらい違いですけど、私も15分じゃ怒んないよ、それは。まあ、でも、まあ、もう分かるでしょ、あんなに怒られてもまだこれですよ。やっぱ遅刻癖ですよね、やっぱり。ありますよね。結局はそこだな、まあ、しっかりしてくださいよという。まあ、ね、なんかしたとしても、ま、ちゃんと謝って。遅刻しょうがないからね、まあ、ね、そうそう、あ、うん、もう健太に怒られちゃいますよっていう、なんか、うん、そのなんかキャラを受け入れてるのがキモいよね、うん、自分自身でね、もうそうそうそう、もう遅刻する、怒られる、うん、それが私です、うん、みたいな、そのキャラを、そうそう、気持ち悪い、可愛くねえよ、しっ、カッピーってお願いします。まあ、カメラ界で謝ってるかもしれないですけどね、うん、まあ、何にしてもだな、まあ、表面上は、まあ、まあ表面上見えます。うん、そうやな、はい、次、はい、8つ目、8目、あ、まあ、これは花ちゃん。そう、これ花ちゃん。あ、唯一動画で良かったところ。唯一良かったところ、良かったところ、私たちは好きなところ、女の子の顔になってて可愛い。いやー、良かったよね。花ちゃんってあんなんかクールな感じで。そうそうそう、なんかもうどう見てもディシャンと会えて一緒に遊べて嬉しそうにしてるところ。いや、良かった。いや、あれ、わし、あれ、この辺、ここまでわし、ずっとイヤイヤしてる、気持ち悪いと思って、ここからね、良かったからね。ここからちょっとわし、心をちょっと、いや、良かったよ。花ちゃんに会って、花ちゃんと会話とかして、花ちゃんが楽しそうにしてて、うん、まあ、ディシャンもやっぱほら、18歳、やっぱ精神年齢、うん、まあ、ディシャンがちょっと低いぐらいか、大人に見えましたね。ディシャンの方が低いかな。まあ、だからちょうどいいぐらいだな。大人だから。まあまあ、ちょうどいい。ちょうどいい感じだったね。ちょうどいい感じでね、うん、だからそこは微笑ましく見えましたね。良かったですよ。なんか、はい、すごい、うん、そこ、動画で唯一良かったところですね。唯一良かった。じゃあ、9つ目、はい、年齢間違えるな。いや、その間違えたんでしょ。そうそうそう、18歳、17歳と思ってたけど、18歳だった。そう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 、まあ、17歳だったら問題なんだけどね。18歳以下って危ないよね。まあギリギリですよ。危ないよね、ギリギリだよね。なんならちょっと最初サムネに返すと気にしたけどね、多分サムネ変えたんじゃないかな。あ、本当に最初17歳と遊ぼうとしたの。わしらの記憶違いかな。最初多分サムネに17歳、サムネかタイトルに17歳の女子高生に返した気がしたんだよ。怖い、死にもうと思って。怖い、本当釣りが下品、うん、釣りに品がない。まあね、まあ、まあそうですね。10個目、店員さんと仲良くなるとか考えるな。あ、違う、これあれだな、充電器。充電器の、そうだ、なんか充電器は、うん、充電、花ちゃんに充電がなくて、花ちゃんに充電器をあれしてもらったわけ、貸してもらったわけ、その時言ってたテレビですね、うん、いやー、福屋の店員さんと逃げるくらいって充電器から言うて思ってたけど。コンビニで借りろよって。いや、てかまあ、そもそも別に充電器借りるのに店員さんと仲良くなる必要ないじゃん、うんうん、そんなの腹割ったら貸してください、ごめんなさいって言えばいいだけ、うん、そこでなんかヘラヘラ仲良くなる意味がわからないね。もうだからそこでちょっとなんかヘラヘラしてるしね、コミュ力あるから俺どこ行っても何でもうまく通じるみたいな。俺の顔だったら、まあ、これは結構それは結構推測ですけどね。そうでも そういうアピールだと思うね、あー、この発言は。そうそうそう。まあ俺らみたいなひねくれてる視聴者はこう思っちゃうかもしれないですね。そうそう、わしからしたらなんかあれは完璧に、うん、そうね、俺は別にどんな境地に立たされてもコミュ力でどうにかできますから。膨らみすぎてるな。俺のこのコモドレットで培ったパワーと美女だったらコミュ力でなんか誰とでも仲良くなって充電器ぐらい限り見れますよ。いや、もう充電器ぐらい仲良くなくなって借りれるよ、うん、まあ推測です。まあでもここでハナちゃんファインプレーする、ね、充電器持ってんの。そう、いわ素敵な女の子じゃん、うん、いい女だよ。いや、ほんと間違いないね、うん、
そういうとこだよな、うん、充電ないならモバイル充電ぐらい持ち歩くもんだよな。コンビニでも借りれるじゃないですか。 まともな人はその充電 2% で外に出ない。出ない出ない。しかも待ち合わせ場所に充電 2% で寝るとか、うん、結構病気でしょ。初対面です。今あるし、あのセブンイレブンとかにあるもんね、うん、借りるやつ、ポータブルね、そういうのも準備してない。その準備不足がもう嫌だっていうことでしょ、うん、そうそうだって3、4時間充電してちゃんと捉えてないよね、そのちゃんと真剣に捉えてない。デートってそうそう、デートまあ何でもいいけど、その真剣に捉えてないよね、うん、その花ちゃんの時間を使って、うん、一緒に会うってなってんのに、そんな充電 2% で外に出るなんて論外だね。まあちょっと準備不足だったかもしれない、うん、まあ、てか充電 2% で外なんか出なくね普通。うん、そうやな。準備不足に借り切るのはコンビニ行くのですら、わし絶対充電 2% で行かないもんね。うん、11個目、はい、11個目、忙しいアピールするな。あったね。これ何でしたっけ。あ、じゃあこれあれじゃん、仕事忙しい、今日も遅れてるでしょ、最近忙しいんだよみたいな。ああ、そう、なんか遅れた理由話すときですか。そう、なんか忙しいアピールとともに今日遅れたことをちょっと正当化しようという感じがあったな。それがダメです。これ何分だったっけ。5分45秒。忙しいアピールするなと。まあ忙しいアピールはいいよ、まあ100分で、うん、それを使って今日遅れたことをちょっと正当化しようとして、まあ、言い訳っぽく聞こえちゃうからっていうね、はい、うん、言わない方が良い。花ちゃんもこれは多分思ったんじゃないかな、何にこいつって。何こいつって。花ちゃんは綺麗だから思ってないです。いや、これは別にひねくれてなくても多分思うと思う、ひもにそこは。でも僕これ好きです。次の12個目、 Tinder やってるなお前。嘘つくなよ、ティンダーやってんだろ、お前、分かってんの。花ちゃんに言われてたよね、やってるの、やってるでしょ、みたいな。そうそう。そこで。それで、ちょっと間を置いた。ちょっとなんか変な間があった。うん、ケンタ君が言って、ケンちゃん言ってたよ、うん、やってないよ、みたいな。嘘をつくな、お前。まあ、やってるでしょうね、日本でもね。ね。だってシングルでしょ、うん、うん。だってこっちでさ、こんなわしがいるところでやってたやつだよ。そうだよ。俺もそろそろいけるかなーって。ジョン君って、俺いいかなーって。いいよって言っちゃうんだよって、かっこいいんだから行けよって自信満々に言ってた。そうだよねーって。行っちゃうかなーって。まあてかまあ、実はから言っとくと、一応別にディシャンとはなんかわし、何その Tinder なんか時間の無駄だよなみたいな話をずっとしてた後の Tinder をしてたから、そこでわしは怒ってたんですね。別に Tinder するやつをすればいいけど、そんな会話をした後に、ちょっとまた女が寂しくなったのか知らないけど、それしてたのは怒ってたけどね。まあそれで日本帰ってお前がしてねえわけねえよな。まあこれは文句っていうより、嘘つくな。そう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 、文句つれるの俺たちは分かってんだよ。俺たちは分かってんだよ。そう、やめなさいっていう。ストーリーとかでなんかさ、またジュースワールドのちょっと失恋ソング流しながら、また子犬サッドパピーフェイスなんつうの、悲しい感じで、ね、そう、あげてたじゃん、あれ。センチメンタルですって。多分、そう、うん、そうだな。多分、Tinder でなんか出会った。あ、Tinder とかクラブで出会って。女の子に無視されてそうなっちゃったんだな。やんなよ、そんなのね。まあ、推測です。推測だけどね。いや、結構当たってるよね。それでしょ。まあ、6割は硬い。結構当たってる。いやいや、結構、まあ、ガチになる。元カノとかにちょっと連絡して無視されたとか。いや、元カノはいないでしょ。いないの。そうだね。あ、ちょっと今の、今もちょっとなんかイメージのアメリカっぽかったっす。そこカットね、ポカッとしようと。まあまあね、まあ6分、5分ですね、これが。まあ多分、まあガチ、一時帰国した時に Tinder で出会った、うん、あの、水族館、ね、ちょっと仲良くなった女の子たちに連絡してるでしょうね、もちろんそれは。まあ見どころだから見てほしいですね。じゃあ次、13個目、うん、シオン君とケンタ君と仲良しアピールするな。いや、それな。いや別に私いいよ、しおんくんとこれ俺はあんまり、俺私いいけど、違うか、しおんくんと朝7時まで、うん、なんか朝7時までたわいもない夢について語ったんですよ、みたいな、うん、花ちゃんになわしらが仲良かったみたいなアピールするだ、うん、まあいいですね。まあ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 、まあ、それは別に、あとなんか説明っぽくさ、うん、右上になんか健太としおんくんは何昔住んでたあのルーメイト、ルーメイトの親友ですみたいな。お前の視聴者にわしのこと知らねえやつがいると思ってんだよ。おい、ほんとにお前の視聴者にわしとしおんちゃんのこと知らねえやつなんかいねえやバカ。まあネタですよ。これはネタで言ってます。まあ多分数人はね知らないからね。いや知り合いいるかもしれない。まあまあ深くてですからね。まあまあそこに何10分ぐらいかこいしたんじゃないの。本当にシオン君はルーメイトですみたいな。シオン君、ケンタ君はみたいな。まあまあ、まあ、俺入ってねえじゃねえ。おいなんで入れてないんだよ。数字持ってる人間だけしか乗せねえのか。
俺いるのや。確かにタカちゃんは俺引っ越し手伝ってあげたから車出して、それのタカちゃんは U-Hall で、ね、運転出してくれてめっちゃでかいソファ運んで、うわうわかわいそう。そういうことゲロや俺もう。インスタユーザーネーム貼れじゃあ。そうやな、わしらばっかな、友達アピールしてな、仲良かったアピールしてな、数字持ってる人しか、ね、気持ち悪いな、まあ、はい、次次、14個目、傘さすな、気づけ。あ、これね、そうそう、傘さすなっていうのは10分ぐらいよね、これは分かんないけど、まあ、9分、10分ぐらいこうなんか、あいあい傘してんじゃん、うん、で、はなちゃんのブレーズしたての髪に思いっきり傘ブスッ刺さってましたから、うん、端っこのところね、あの、先のところね、もう本当にこう、それ、その行動は本当に童貞だよね、なんか、うん、だって女の子にそうまあそう、そう注意散漫、なんていうの、周りに目がいってないよね、うん、だから、あの、まあ、改善点ですかね、これはまあこれは、まあ、普通より、まあ、せやな、気をつけろ気づけっていう、うん、そう、気づかない意味がわかんないね、うん、当たってね、あ、ごめんねって当たっちゃったって、ごめんね、ごめんねってここは、普通にあれはありえないな、はい、店に、まあ、そこまで、プラス、編集で気づくじゃん、うん、編集してんだからどうか、その時、どう絶対目に入ってるじゃん、うん、そこで何も持ってないのが怖いね、普通だったら、うん、わしがもし気づかないで当たってたら、うん、編集の時に、あ、ごめんなさいとか、そう、テロップで、テロップとかでね、言うよね、編集して見てんのに何も思わない、あ、これはダメですか、うん、よくない、気をつけてください、うん、そこ、ほんと気をつけた方がいい、はなちゃん、私からごめんなさい、10分、15個目、落ち着きがないあれでしょ、タクシーが車が危なく来そうになった時、うん、はなちゃんはなんか、はなちゃんなりのさ多分思いがあって、うん、あ、ここは行かない方がいいのかなとか思ってた、うん、なんか顔が不安そうだじゃん、うん、どうしようみたいな、そうそう、その時に腕も掴んでたし、そうそう、え、ここ今渡った方がどうしようかなってちょっと不安げな顔をしてる時に、うん、何してんの早くしてよみたいな、びっくり、びっくり、怖っ、怖っ、おいでおいでって危ないよとか、いや、まあ、それはいいでしょね、ナチュラルでその反応が出る意味がわかんない、早く来たよって、うん、そう、なんでそんなお前そんな、もっと落ち着けよお前ずっと見てやって、はなちゃんのあの顔見たらめっちゃちょっとどうしようどうしようみたいな感じ、ちょっと不安げな感じよ、その時に何してんの何してんのまあでもなんか6個上ですか、18と24 18から24だから6個上の人にあの、ああやって言われたらちょっと怖いですよね、女の子だし、やっぱお兄ちゃんかな、いくらあれでもね、いくらそういうキャラとはいえね、自社の中だったらちょっとしたジョーギャングレーに思ってるかもしれないけど、うん、言うても初対面ですからね、はい、あれはちょっと良くないな、ね、次、まあ、キレ勝負、ちょっとキレ、うん、キレたね、ちょっとで、書いてあります怖いなって、ちょっとキレたでしょ、うん、ちょっとそういうとこあるな、あ、まあ、で、まあ、16個目、なんか買えよ、もらったならいや、もらったらは、もらったらブレスレットですね、ブレスレットもらったんだよね、女の子から D 君に、まあ、だから普通に大人としてっていうか、そんなに6個も下のさ、可愛い子に、うん、女の子と遊びに行って、買い物に遊びに行ってるけど、うん、イコールは何をさ、使ってこと、うん、普通、なんかあげるよね、うん、これ欲しいなって買ってあげるよぐらい、そうそうそう6個下よ、だって、まあ、T シャツ一つやさ、だって働いてんじゃん、別に、自社だって、そうですね、なんかしら給料日だし、金あるよ、うんうん、そうそう給料日だし、そこで、なんか、花ちゃん、なんか欲しいのないのとか、うん、そうそう、なんか何でもいいよって、今日で、はい、あの、動画出てくれたからって、買うよっつって、そうそう、それぐらいのことは普通するよね、それが男だよね、で、自分はもらうだけもらってね、うん、あ、でもワンチャンカメラ街で買ったっていうのは、買ったかもね、それだったらコメントちょうだい、どう思う、いや、買ってないでしょなんか自分で2枚分買っちゃった、まあ、僕たちは買ってないと思いますけど、買ってたら結構、うん、買ってる、シンプルな、まあまあ動画のあれだからね、いい男になったよ、でもあいつが女の子のもの買って動画で何も言わないわけないないね、これ買ってあげましたって言うでしょだよね、だから買ってねえな、やありえねえな、わかんないです、あのバッ、その見せてたバッグになんかそしたらワンアイテムある、入ってるかもしれないです、まあでもそしたらさ、何、花ちゃん嬉しくて言うよね、これ買ってもらいましたとかさ、確かにありがとうとかさ確かに、花ちゃんの顔から、ね、花ちゃんの顔、うん、見せてた時、二人ともちょっとあの、疲れてた、うん、花ちゃんにプレゼントもらってたら、もっと嬉しくなってるわ、結構ショッピングで付きまとわせたんだ、そう、で、まあ、花ちゃんの顔から察するに、別にプレゼントはもらってないな、あー、そうか、まあまあコメントで教えて、探偵ですからね、まあ、探偵だからね、推測というか、そうそうそう、推理ですから、はい、次、
17個目、うんうん、あハイブラ見るなこれあなたでしょハイブラ無理だったこれはあなたでしょ、まあ、さっきの話につながりますけど、うん、花ちゃんにその多分そこの店って多分高かったんですかね、うん、なんか8万のジャケットとかルイ・ヴィトンのスニーカーとか、うんうん、だったらもうちょっとなんか安いとこ行ってその花ちゃんになんかもっと忘れるんですから確かにもうちょっと5、6万は無理だけどオプション増やせと1、2万、うん、1、2万何のためにやそんな買う金ねえんだからそう時間の無駄そうになってことだな、うん、まあまあそれまあそれはな、まあまあそこまで大したこと大したないけど、まあ、まあ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 こうした方がいいよって感じです、うん、まあウィンドウショッピングはまあデートの一環ですからね、まあ、そう思えばね、まあまあまあ、まあまあまあ、わしは絶対しないけどね18個目、買った服を写せこれ見たいね、これそれは、見たいね、それダメ出しっていうか、うん、視聴者として当たり前だよね、うん、だって、コーデとかもやってくれないしさ、うん、花ちゃんこれ似合うねコーデじゃないにしても、うん、まあそこは見たかったよね、うん、あと、何買ったぐらい、ね、そうもしやんないならな買った中身は次の動画でとかならさ いい、ね、あ、そういうことね、うん、で次の動画に飛ばす見たいよ、ショップ次の動画にするための見せないねとかそれもないし、ただ見せないってなんだよそれだから気になる人多いんですかそうだってだし、D 君おしゃれだし、結構ファッション好きだから、うん、いや、私もちょっと見たいのよあー、うん、何買ったのかなって、ジャケット買ったのかなね、2万円でどんなパン、どんなパンみたいなどんな、ったんだろうって思ってバカみたいな悪い感じだよ、2万円おしゃれだから、おしゃれ視聴者としては見たかったよっていうところですねそうやな8個目、うん、デリカシーがないそうあブレスレット、ね、ブレスレットでしょあれありえないでしょなんか花ちゃんがブレスレット作ってくれましたみたいな、うん、ハンドメイドのやつなんかそしたらこれどれぐらいで作れるのみたいな、うん、こんなのすぐできるんでしょみたいな、うん、いっぱい作ってるからそんな早くできるんでしょみたいな、うん、なんかちょっと軽く見た感じ、うん、発言と誰も買わないよとかさ安くないと安くないとか買わないでしょそうとかいくらで売ってるの安くないと誰も買わないよとかなんでそんな発言が出てくるのか意味が分かんないねめっちゃ素敵でしたけどね なんでそんな軽い、うん、そういうとこだよね、童貞のとこな、うん、童貞だいや、本当にそういうとこそういうとこはそういう、一個一個細かいところので分かるから、そうそう君が女の子にあ、こいつセンスねえなとかさそういう細かい発言で君が女の子にどういう体制で向き合ってるか分かりますからね、うん、そんな発言でも出ないもん、普通に考えるこれすげえ素敵だねってあれ、自己買うよとかさそういうのいいんだよ確かに、うん、なんかまあ思わないのが一番いいですけど、うん、思ってても言わない、うん、思ったとしちゃったとしても言わないのがそういうとこだよなお前出てるよねお前がまとめて買うぐらいのこと言ってやれよ、うん、まとめて買って俺が売っといてやるよぐらいなもし100個ぐらいねまあまあそこまでのことは期待しないけどね、うん、あの発言はありえねえなまあそうなんですね、はい、じゃあ19個目声に元気がないいやー本当に前半と日本だから元気がないんだよいや本当にねいやマイク使ってないっていうのは多分あると思うけどまあ顔に元気がないし顔に覇気もないし、うん、いや疲れてて女の子の前でハッピーでいるもんですから、うん、そうデートですかそう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 何自分の感情になんかそうあれしてんだよ、ね、でそれでついになんかそう悲しい顔してんでしょなんかそっからまたあそう20個目ですね、うん、20個もありますわ20個目金使って悲しいアピールするな2万円も使っちゃいましたで使っちゃいました僕って2万円もってそうそうお金ないっつってそうそういやいやいやお前何言ってんだよ買ったのかな買ったらまあよかったけどねそう2万円を1万にして、うん、もう1万で何か買うとかやったらいやそれな、ね、一緒に買い物行っていやまあ買ってねえだろうなあの花ちゃんの感じあ、買ってるかもしれないですいや、買ってないでしょ、まあまあ、コメントお願いしますプレゼントプレゼントされてたらもっと嬉しそうな顔してるよ、うん、本当にってくれたんですかもっと嬉しそうな顔してるよ、うん、花ちゃんなんやかんやね、あのディシャンですけど見ればわかるね大好きじゃない、うん、ディシャンのことな、うん、ファンとしてそうですねうん、まあ一緒でまあ一緒でまあ21個目次、うん疲れましたアピール最低でしょデート終わって、ああ疲れて楽しかったですか疲れましたみたいな疲れましたって疲れましたいや、ありえないでしょ疲れましたねって言っていや、何を言ってんの楽しいねってもなんで楽しくねえんだよ君といたいな、もっとでしょう、まあ、そんなことは視聴者に言ってもいいかなあくまで視聴者ですからね高校生でもそうでしょまあまあ本来のデートならカラオケ行くかとかさそういうこと言うんですよ、ね、夜ご飯言うんですねもっと聞いといたいいや本当にいや彼女欲しいでしょ彼まあまあまあ今回の場合はそんなことを言うとは言わないけど、まあ
楽しかったねとか言うもんですよ。そうそうそう、どう考えても、うん、何に疲れたってばっかじゃない本当に、まあ、疲れちゃう、疲れてるとこを見せない、見せないんだよこれさ、あれだよね、まじ嫌なデートのさ、うん、例で出てくる定番のやつだよね。だからもうこれ、うん、リシャンを救いたいイコールだからデートをもう変えてるんだよね。まあ、てかお前そういう動画一生見てたやんけ、なんか男がしちゃダメなデート、まあ、ちょっと恥ずかしい暴露それ そんな動画ばっか見てるくせになんでそんなことを、そんな基本中の基本のことをやっちゃダメなことやってんだよお前ね。デートの最後疲れたねはダメですって定番だよね、言っちゃダメなことが、うん、疲れた、まあちょっと休憩するかとかカフェスタバ行くかとか、うん、いいけどさちょっとゆっくりしようとか、ちょっと足疲れたねって疲れたねじゃん、なんか自分が疲れた、疲れました疲れましたよ、ね、足疲れてないやだ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 ね、もし疲れた時は、疲れた元気ないじゃんみたいな感じならいいよ。はいはいはい、はい、疲れたの楽しかったですかみたいなふざけんじゃねえよ。いや、もっと言いましょう。やだやだやだ言いましょう。やだやだやだ、本当にお前、女の子が疲れてるからなお前まで疲れてるんだよ。楽しませる前が疲れてるから女の子も疲れちゃったんだよ。いやでもなんか疲れてないとか言ってませんでした。そう、疲れてない、女の子楽しんでたよ。そう、最初なんかね、そんな感じ、で、最後、ケンタアピールすんな。ケンタ、そう、見てたらケンタアピールって何でしょう。ケンタ君見てたらコメントしてねって。いやいやいや、友達に送るビデオかお前っつってお前、わしとまたワンちゃん仲良くしようとか思うんじゃねえよてめえ。怖いでしょ。怖いね、怖いでしょ。いやいや、ほんとに。あとなんかどうせ見てないけどもキモいな、そのなんかちょっと、もうかわいそうな俺みたいな感じ。わかるわかる、それわかるわかるわかる、だからどうせ見てないけどみたいな、うん、そういう見たらコメントしてくれて嬉しいなみたいな、そうもう諦めて、そうなんかちょっとなんかもうキャラがキモい、ほんとにその何なよなよした感じ、ま、ビシッとせ、ビシッと、まあそうっすね、男らしい、ケンタあの時は悪かった、もし見てたらコメントしてくれぐらいなこと言ってほしい、うん、どうせ見てないだろうけど、なんかいらないな、めめしいだからビールですね、カットカット、以上ですね。あ、ね、いや結構改善ってあるわね、まだ、あれも、あでもまだ、はい、もう一人、え、いるの、何、レイ君ですね。あ、レイ君にもコメントもらったの。レイ君、そう、レイ君から LINE が来て、何あの動画ガチ攻撃じゃん。レイ君が、びっくりして、わし、うん、その、レイ君まともな人ですから、うん、てか、まあ、みんなまともな人だ、うん、だから、あんなタイトルの動画を昔の友達がゲストとなると、それはびっくりですよ。あ、JK と現役女子高生と遊びに行ってきましたみたいな、ちょっと火ついたの、それで、え、何この動画っつって、ちょっとわしに報告の LINE が来ましたね。それで、だから動画撮るから、うん、本当はレイ君も来れたらよかったんだけど、うん、今日は忙しいみたいなので、レイ君に何か言いたいことあったらつって、感想をちょっと軽くまとめてもらったので、ちょっと見ていくよ。何、ちょっとじゃあ高さんお願いします。読んでもらっていいですか。はい、1個目から何個あるんすかね。1,2,3,4,5,6,7,8,9個。多いな。パッ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 、かぶってるとこもあるかもね、うん、まあなんか視点的には結構頭いいっていうか、頭やっぱりインテリジェンスがあるね、一理ある。そう、やっぱ学があるから、ちょっとわしらことは違う方法から、ね、そうそうそう、俺はそう。じゃあまあ一つ目、うん、こんな不健全な動画なのに、パパ、その D 君のパパのレストランがスポンサーみたいな感じになってて、ちょっと不安な気持ちになる。いやー、だ、確かに ね、言ってたね、あの動画初めに、そう、初めに確かに来てください、ご飯来てくださいみたいなね、いやいや、確かにこんなふざけた動画でね、店の宣伝されてもあんま、まあ、いいプロモーションになってないよね、なってないよね、うん、まあ、そもそも誰も見てないからプロモーションにはなってないんだけど、にしても、まあ、バズった、まあ、バズった時は、まだ、もし、もし、まあ、もしこの動画が100本譲ってバズったとして、そういうコメントあるよ、こんな不健全なあれで、あるある、そんな店に、そんな息子が働いてるところに行きたいとは思わないで、コメント来るかもしんないもんね、そういうの、だから店の名前出すになら、もっとクリーンな動画、うん、まあ、別に動画の内容的にはそんな何、汚い動画ではタイトルとね、そうではないけど、そのタイトルとサムネ、うん、あともう一個言おうと思ってた、お前そんなふざけたクズみたいな見た目してんだから、うん、そういうとこ一番気をつけないといけないじゃん、うん、本当にわしもだからそういうの本当に気をつけるしね、うん、そんな、それなら自らそうやってなんか行こうとする感じ、ね、ほんと気をつけた方がいいな、う
じゃあ2つ目、はい、いつもコメントしてくれる視聴者さんが元気そうで何より。あ、これは文句って、ね、話したのほど、はい、いやーよかったよかった、ほんとそれ、やっぱそれだよな、やっぱりな、そこは思うことだよな、ほんと花ちゃんが嬉しそうにしてるのが、ほんとにその動画の失望しなくてよかったよ、ほんと嬉しそうに楽しそうで、自社に会えて嬉しいみたいな感じが伝わってきて、ほんとに微笑ましかったね。そこはよかった、そこはやっぱりよかったよ、私最近でなんなら一番微笑んじゃったぐらい微笑んじゃったね、あれはよかった、あれ嬉しいよね、視聴者がさ、うん、懐かしい、だってわしらもやっぱ会ったことはないけど知ってるわけですから、そう、聞いたことあるもんね、そうそう、しコメントもいつも来てくれるからね、ついにか、それは普通に嬉しいね、うん、とりあえずディシャンがニヤニヤしすぎてストイックのかけらもない。そういや、なんかさ、思った動画覇気がない、もう、そう、もう日本でなんまぬるいのよ、なんまぬるいんですか、わかんないよ。まあ僕たちなんか覇気とか筋トレした時は知ってるからめちゃくちゃ、うん、すげーって、シオンちゃんと最初動画見たでしょ、日本で余ったら生活してる顔してるわ、そうそう、生ぬるい環境で生きてる顔してるわ、そう、もしも本当に本気でさ、お父さんのビジネス助けるならめちゃくちゃ仕事頑張ってうわーってなってるはずなので、皆さんこんにちはっつって、うん、シオンですってね、最初の動画みたいにこうタップルポーンなんて来てくださいみたいな、あの表情でわかるよな、大したなんかのんびり生きてんだなって感じよな、まあてか、うん、ちゃんと真面目にやる気があったら、うん、あの見た目では働かないもんね、自分から言うでしょ絶対に、うん、親が何も言わないにしても、うん、ちょっともっとビシッとするとかね、いや本当ね、お父さんビジネスさんだからね、しっかりやってほしいですね、やるなら、まあまあストイックな D シャン君知ってるからその、うん、分かるですよね、気づける、そうそう分かるよ、ストイックのあれ、いやな、ほんと D シャンの一生のうちの2ヶ月ぐらいですか、うん、そうな、そこでコードレッド最初の前半戦ね、そうそうそう、確かにあそこの時はちゃんとバシッと言うだな、じゃあ、5つ目、4つ目、うん、話し方的に他の視聴者さんともしっかり会ってそう。あー、そういうことか、そんな雰囲気あった、だから DM しちゃってるってこと、怖い怖い、まあ、それは、どっからそれ本人に来た、それどこでそう思ったのかな、は書いてないですけど、いやでもそう思ったらなんかそんな気がしてくるね、いや、まあでもまあ会うことはまあでもそもそも日本もいいけどね、でももしだって結構さ、コムドレットから知り合った人でメッセージ来てたじゃん、うん、女の子から、うん、結構来てたよ、でもし日本にいたらさ、多分ディシャン返しちゃってるかもしれない、返してで、ストーリーあげるじゃん、ストーリー上げてコメントくるじゃん、女の子から、そうそうそう、それで行っちゃってる感じがあるかもしれない、いや、ワンチャンあるな、普通にワンチャン怖いよ、あるわ、だって普通に、だって言うてもさ、言うても4000人ぐらいだ、そんな別に数あったわけじゃなくて、うん、再生回数とかも致命的には結構あったよね、うんうん、だから日本、ディシャンが日本帰ってきたってなったらメッセージした女の子いたかもしれない、視聴者結構全員知ってると思うよ、だから、うん、多分メッセージした女の子いたかもしれないね、そんな中から会ってる可能性は多分絶対あるわ、あ、それでそん中から会って意外とうまくいかなくて、全部女一緒だって、そっちその線もあるね、あるぞ、怖い、だって全然女の子メッセージ来てたもんね、来てたよ、それをあいつがわしみたいに無視するかって話するわけないじゃん、会社な医者は会社な、まあ、あくまで生産は、まあ、真実は分からないですけど、まあ、無視すると思う、しないと思う、あくまで、うん、あくまで、はい、推理ですから、ケンちゃんは親友ハテナマーク、お金借りる金融の間違いじゃなくて、これはちょっと、これでどこあるっすね、ちょっと刺してきたね、多分レイ君怒ってたんだろう、怒ってるね、ちょっと怒ってる、あのふざけたタイトルちょっと怒ってるわ、こいつ金を借りたやつだって、そうせや、まあお金関係はまあちょっと大事な、まあまあまあちゃんと返してもらったから、ね、あ、もらったんだ、じゃあ、だからまあ私は別にそこに関しては何も言いませんよ、うん、手作りブレスレット素敵びっくりマーク、うん、自社にはもったいないいや、それだ、それ発言を含めてってことだよね、そんなさ、うん、あんな軽く見たあのブレスレットを軽視した感じ、あの軽視した発言ね、いや確かに、そう考えると確かに、うん、うん、あいつはプレゼントできないな、人には、うん、まあ、ブレスレットはまあ、まあ、うん、思いますよね、誰でも、まあ、でもあれは軽視しすぎだな、あのブレスレットのことだな、うん、素敵、確かに、で次、ちょっとおごってほしそうな感じが嫌、あー確かにそうも捉えられるね、あの2万円、あ2万円高いみたいな、あーで次そのことで続きが、うん、動画では気前よく払ってほしい、あーやっぱそこだよ、ケチってんだよ、なんか金ねえとかさ、日本に高いとか、何を言ってショッピング動画は使うんだよって、金なくてもさ、そんなケチ、金ないアピールすんな、マジ、うん、金本当にないなら遊びに行くな、俺ね、女の子におごれもしないやつが、
なんで遊びに行こうと思うの、まあ、デートですもんね、うん、デートじゃないにしても女の子ですからね。うん、ラスト、はい、最後、なんかすかしてて鼻につくデートなんだから元気よく行ってほしい。やっぱそういうか、ね、そうか、あれ元気ないんじゃなくてすかしてるってこと。あーちょっと俺ってスター系だけどねラッパーですよみたいな。あーそういうこと。あそっちちょっとすかしてたのか。ちょっとシャイだから、日本でシャイだからさ結構静かになってたと思ったら違うか。あテンション低いんじゃなくてあれすかしてたんだ。さてかめっちゃ女子レイ君でしょ、あんなこと嫌いじゃんまあこの辺にしましょうか。まあ得ありますよ、ね、あでも結局レイ君も動画の褒めるところは、はなちゃんがあれ可愛いのと、うん、ブレスレットが素敵でないだけでしたね、うん、せやな。だからわざとその悪者に、ま、の立ち回りをしてる可能性もありますね、うん、何のためにだよ知名度もないのにいや、フォローできねえわコメント消しただろ、お前まあ、僕たちが見たときにあったコメントですね。あったコメントが確認してみたらなかった。そう、なかったんですよ。え、ないじゃんと思って。消したんだ。まあまあ、それだけ撮ってますけどね。マジでというわけで、はい、なんでスクショ撮ってますけど、ね、私知らないからさ。フリーターで未成年と遊んでる動画上げてるとか落ちたね。これ、まあ、これは消したくなるな。まあまあ気持ちは分かるな。まあ、フリーターって親のもとで働いてる言うてんのにフリーターになっちゃったらやっぱそう言われるんだよ。フリーターではないかもしれないです、ね、まあまあまあでもあの見た目でさ多いよね。あの見た目で実家で働いてるはもうフリーターと大差ないぐらいの感じって言ったらちょっと厳しいかもしれないけど、そんぐらい甘い環境にいると思うね自分ね。あとあの見た目で飲食店で働けるんだよ。すごいよ。相当ヒゲもダメだからね。相当甘い環境ってことだよな。まあ日本だから、そう。まあフリーターとまでは言わないけど、まあそういうこと言われても、うん、まあ仕方ないなって話でしょ。そうそう、うん、で落ちたね。まあ落ちてはないな。もともとこういうことな別に。現状維持だ。落ちてはないな。変わりもせず。そうそう。まああとコメント消すのは気持ち悪いかな。自分の聞きたい言葉が聞いてたら成長できないからね。こういう嫌なコメントが来ることもありますよ、YouTuber。それもちゃんと受け入れてね、合ってても合ってなくてもとりあえず自分に取り込んで、そう自分を見て、そこからだって普通に生きててそんなこと言われないじゃん、うん、いいことですよ、うん、まあアンチって聞いたらあんま良くないかもしれないけどね、うん、そこをちゃんと受け入れて、一意見として受け入れて、うん、そこからどう自分で変えていくかを大事にした方がいいよね。そうやってあアンチだ消そうって、うんうん、そんなんで一生成長しませんよ、うんはい、アンチもねちゃんと成長できる要素ですからね、うん、ほんと普通に生きててそんなことを言ってくるやついないからね、そんな厳しいことね、うん、ほんとに、まあ、わしらは言ってるけど一番のアンチかもしれない多分ね、こっち側だね、俺たち側だね、ファン、まあ、ファンチキモいけどアンチキモいけどね、うん、アンチから学べることもいっぱいあるからね、うん、そういうキモいどコメントもちゃんと受け入れて成長してください。まあまあ一個感謝したいのはね、うん、やっぱ彼、君が動画上げてくれることによってね、またしおんちゃんとタカちゃんと3人でこんなわちゃわちゃね、ありないもんね、ないからね、ないどころじゃないもんね。そこはね、そこはまあ感謝します。朝起きたらいないもんね、もうね、で、夜帰ってきたらね、そう、まあこんなの撮ってる俺らも性格悪いですけどね。いやまあ、愛ですよ、これ。いや、私、日本で帰ったら、ディシャンと遊ぶもんね、絶対。遊ぶんだ。まあ、ケンちゃんも遊ばないって言ってるけど。俺も遊びますよ。まあ、ケンちゃんと私が一緒に帰ったら、まあ、遊ぶだろうね、ディシャンと。どういや、別に会いたくないね。まあ、D君が遊んでくれるなら、僕たちは遊びます。そう、遊びようよ。まあまあ、ディシャンの、あの、お父さんとかには全然会いたいな。あ、じゃあ、ディシャンのお父さん、お父さんの息子としてってこと？まあまあ、だそれだったら会えるな。カペガさんの息子としてなら、まあ、会うかもしれないけど。君と連絡取って待ち合わせして会うなんてことはしませんね。まあ、モチベにしてくれればね、はい、これで多分元動画も、うん、こんなにこいつらうぜえとか思って、うん、ガーってやってくれれば。いっちゃうかもしんないね。まあまあ、まあ、できないことぐらい分かってるけど、7ヶ月動画上げしないんだから。ここで。まあ、こうやって意図的に今煽ってます。1ミリも期待はしてないけど、まあ応援する気持ちはあるのでね、自社のチャンネル登録してない人は、引き続きしないで、アンチコメントいっぱい残しておいてください。うんもし、ディシャン君のチャンネル登録してる方は外しといてください。アベコベですよ、これは。アベコベ。登録してください。
フォロー外さないでくださいの略です、これは。あ、そういうことケンタ君、ケンタ君5年ね。ケンタ君のラングリッチで。あ、そういうことみんなからは来ないからね。だからまあ、こういう、はい、そういうことです。ディシャンの他にも、自分皆さん気づいたことがありましたら、コメントでお願いします。では、二人ともお久しぶりでした。お久しぶり。またね、皆さん。ではまた。また。よし。よー。